一条正近は、安土桃山時代の人物。土佐一条氏、第七代当主。一条内政の着難。名前は、父の変期。生徒、外祖父である、長我壁元近の、親をそれぞれ取ったものとされているが、実名を確定する資料はなく、正近の名前も、後世の創作とみられる。一条内政の着難として誕生。長我壁氏の家臣。 クレタ・サダスケに養育され、このためか、クレデン・ゴシとも呼ばれた。存在が確定できるのは、お湯殿の上の日記天章14年12月22日上に、土佐の一手う天書第部4位、摂津の神猿という記事である。この中で、土佐の一手う天というのは、土佐一条家当主を指し、父、内政はすでに死去して、兄弟の存在は知られていないため、 政サのことを指すと考えられている。なお、政サは4位ちょい、摂津主部任されたが、これは、豊臣氏による、九州平定の中の突ぎ側の戦いの直後で、この戦いで、長我壁氏の後継である信ブは、戦死当主、元親も一時生死不明と大阪城の豊臣政権に伝えられている。そのため、元親、信ブチが揃って戦死が確認されて、 長蘇壁氏の後継問題をきっかけに、土佐国内が混乱した場合に備えて、豊臣政権が土佐一条家を国主として復活させることも視野に、入れた上での武家失踪が行われたと見られている。慶長5年の関ヶ原の戦いに伴う長蘇壁氏の没落後、京都か山和国に向かったとも、土佐国に住み続けたとも言うが不明。ありがとうございます。